い。はい。ご紹介いただきました衆議院の竹本南でございます。住社長とはもう長い間のお付き合いでございまして、いろいろお世話になっておりますが、今日こういう素晴らしい会合にお呼びいただきまして、本当に感謝をいたしております。私は当選が7回で、ほぼ20年になるんですけど、国会議員は。このリニアの問題はですね、本当にこれはどれだけでも日本で早くやらなきゃいけないなと思っております。で、そういうことで、実は1年に1回内閣改造のチャンスがあるんですけど、派閥ではトップに挙げたと言うんですが、つまらない大臣だったらやるでもしょうがない、こっちの方が嫌だと。いい大臣ならともかくこんなことを本心考えているわけでありまして、幸いなことに引き続き、おとといですが、自民党のリニア鉄道の特別委員長を拝命いたしまして、引き続きやれることになりますので、ほっとしていただきます。実は今日ね、新幹線で大阪から出てきたんですけども、後ほど大阪の話は時間があります、少しやりたいと思いますが、テロップが出るじゃないですか、新幹線の中にニュースこの中にですね、いや素晴らしいことが書いてありまして、ワシントンですね、ワシントンとバルチモア、その間をリニアで結ぶ事業調査費をアメリカ政府が連邦政府がつけた。あ、そうですか。業界なんか知りませんけど、調査をつけて、これは大変なことでありまして、いや実はアメリカでやるんなら日本が、先生ですから早く大阪まで行かなきゃいけないな、そういう弾みがつくいい機会だと思っております。実は私毎年ですね、春のゴールデンウィークの時にはワシントン、ニューヨークへ必ず2週間ぐらい行っております。で、いろいろな向こうで要人に会うわけでありますが、その中でこのリニアに関することで、ワシントンでは、ラムズフェルド元国防長官、それからローレスという、元国防次官をですね、現在、JR 東海がワシントンに作っております子会社、なんでそんな子会社を作っているかというと、JR 東海はですね、このニューヨーク・ワシントンのリニア鉄道建設を日本の技術でやりたいということで、あそこの葛西さんも一生懸命そこに金をつぎ込んで、そして社長にローレスをし、顧問的な存在でラムズフェルドさんがいつもいるわけでありますからけれども、この人たちに必ず会うことにしております。それでアメリカ政府もですね、実はお金がないもんですから、景気が良くなってお金ができればぜひやりたいとは言っておるんですが、今までそれが止まってきてたんですけれども、ついに調査員までつけたということでありますから、大きく一歩前進したというふうに思います。JR 東海はそこで建設をしたいとは言っていないんで、設計と出来上がったとの管理をしたいというようなことを言っておりました。いずれにしろアメリカでこれをやるのは、それはやるのは日本の技術でやるわけですから、日本がですね、日本が具体にリニアを日本国内でまず建設を先しとかないと、外のでやって国内でできてないというのは格好悪いと、このように思われています、そこでぜひですね、これをやりたいんですが、ちょうど今の鷲見さんからお話ありましたように、600兆円とか、なんとか言ってますけども、具体性がなきゃダメだということですが、これはですね、ぜひですね、やらなきゃいけないなと思っています。と言いますのは、第一の矢、第二の矢、やりまして、なんとか、企業収益は大きく上がってまいりました。対外的な取引をして、いる大企業の内部留保金が300兆円と言われております。ところがですね、このたまったお金を企業は国内に投資はしないんですよ。なぜならば、国内で工場を作ったって、儲からない。工場を作るなら海外、東南アジアです。こういうことですから、国内に投資はしない。だから、私は経済的にですね、その儲かった金を国内に投資するような経済構造に持っていけば、初めて日本は強力な経済大国になれると私は思っていますが、今、その為替差損で儲けてるだけでありまして、そうですね、将来、日本の国内でですね、日本という国はあんな事業もやると、こんなこともできている、そこに投資しようという、ビジネス的に見て、投資の、要するに商売上魅力のある国に、
していく必要がある。これは安倍さんも言ってることでありますけれども、そのためには国内で投資環境を作らなきゃいけない。でそのうちの一つが私はこのリニアだろうというふうに思っているわけであります。それでこのリニアはですね、まあ、聞いておられると思いますが、全部で 9.5 兆円ぐらいの東京大阪間にかかるんですが、そのうち、名古屋までが、今これから10年になっております。で大阪までできるのが29年後、まあ、30年でいってるんですけども、でその工事費、名古屋と大阪間の工事費が 3.6 兆円で、残りは6兆円近くが東京、名古屋間になるんですけども、それは JR 東海が自分の金で銀行から借りてやることになっています。もちろん名古屋大阪も借りてやることになっているんですけれども、 JR 東海は大阪までやりますと9兆円台になるから、一挙に9兆円の借金はできない。だからまず名古屋までやって、それから8年間それを運転して収益を上げて、8年後から大阪までの路線を建設を開始する。そうすると出来上がるのが、30年後、まあ、今年から数えると29年後になりますが、平成45年かな、そういう計算をしておるんですが、他方ですね、関西側から言ったら、そんな30年後のプロジェクトに決まってないね。ましてや、名古屋で、一旦やって、それから8年近く取っておかれて、まあ、名古屋からさらに遅れて十数年かかるわけですから、そんなものを待ってると大阪が地方都市化する、名古屋は栄えるかもしれない、まあ、こういうことでですね、強力に大阪まで早くやれということを言っているわけです。で私は自民党の特別委員長ということで、みんなの意見を集約いたしまして、なんとか早く やりなさいということを言うんですけれども、出会うとかガンとして言うことを聞きません。全く聞きません。でその民間企業やったら民間の言うことに口を挟まないでほしい。我々は一民間企業だから、一切そういったことは言わないでくれ、こういうような態度でありますけれども、考えてみますと、その民間企業かもしれませんけれども、その民間企業を誕生させた裏には膨大な二十数兆円という借金を大引きして作った民間会社であります。ですから国と無関係に存立した松下電器のような会社ではないんですね。だからやはり国の言うことも聞かなきゃおかしいよということを申し上げているんですが、全く聞く耳を持っておりません。じゃあ JR 東海はどういう状態かというと、毎年ですね、企業収益が4000億円ぐらい、4300億ぐらいですね。ものすごく高収益の会社なんです。一番儲かる。だからこの前の師匠の森さんなんかに言わせると、国鉄の一番儲かる線だけ持ってきやがって、他はもう儲からないとばかりのこと残しやがって言ったもう町村さん亡くなったけど、あれそもそんな調子のものに言ってました。だから一番いいところで取り上がって何だって言って怒っておられて、我々は大阪までやるのに JR 東海に金出せって言ったら、君何言ってんだと、そんなね、いいとこ取ったやつに金出すなんて問題話だなと言って怒られるんですけどね。まあそういう話はありますが、いずれにしろですね、この 3.6 兆円というのはですね、皆さんどう思います？そんな大した金じゃないですよ、ね、今480兆円の GDP、何年か後に600、120兆円増やすじゃないですか。そのうちの3兆円はどうってもないと私は思います。だからこんなの国で出しちゃってどっかで出しちゃって構わないというふうに私は思っているんですけれども、まあ推測を兼ねて言えば、ともかく JR 東海はやりたくないんでしょうね。名古屋までやってゆっくりしてから、まあ、うるさいから大阪までやろうか、こんな感じだろうと思います。でただね、じゃあどうすればいいかって、彼らはですね、何て言ってくれるか、乗れるような案を作ってくれれば我々はやる坂ではありません、やりますと言うんですけども、乗れるような案って何かというと、一切の財政負担をかけない、全部国かどっかが費用を出してくれる、そういう案であればいいと、まあ、こういうことに言っておるわけでありますけれども、なかなかですね、まあ、そんなことできなくもないんですけど、一番問題なのはこれを JR 東海でなくて他の
会社、例えば JR 西日本とか、あるいは JR 東日本とか、そういったところに名古屋、大阪をやらすんであれば、私はそれで十分できると思うんですけども、JR 西日本は例の百数十名亡くなった列車事故の後遺症があって、当時の社長が裁判にかけられるような状況の中で、そんな気は全くない、意思は全くない。東はまあエリアが東ですから、そこまではという感じだろうと思います。結局やる人がいない。でそこで問題はですね、その鉄建機構というのは、鉄道建設機構ですか、そこがですね、主体となってお金を出して、それで作ったものを、出来上が東京大阪、大阪名古屋間でできたものを JR 東海に譲渡すると。で JR 東海は分割払いでその費用を払う、言うんであればいいんじゃないかと思うんですけれども、それにも JR 東海は反対をされるわけであります。非常に嫌がってます。でこの間の竹永さんに相談したと、竹永さんはやっぱりそういう趣旨のことをコンセッションということがあるんですね。あの関西空港今コンセッションで やっておりまして、オリックスとバンスという、あの、まあ、日本でいえば鹿島建設のような会社ですけども、そこが、JB 組んで、それで、関西空港の運営権を言ってみれば49年間かな、50年近く借りるわけです。その代わり毎年490億円のお金を、日本政府に、まあ、払う。で490億 ×44 年で約2兆2000億円になるわけです。でそれは何の数字かというと、関西空港が借金してる額の総量が2兆2000億、そして44年間やると完全に完済できる。ですから毎年500億円近く払うけれども、実はオリックスとバンセはもっと儲けるわけです。そしてそれを40数年やって会社の利益が、そして国の借金が、韓国は借金がなくなった。こういうやり方、これをコンセッション方式と言っておるんですけれども、運営権の譲渡と訳しておるんですが、それをやったらどうかというのを竹永さんがおっしゃるんですが、これまたね、その JR 東海がものすごく嫌悪するような感じで嫌がるんですね。だから要するに何を言ってもダメだっていうのが現状なんです。唯一これから対策官がどうすればいいかと考えますと、安倍総理が葛西君リニアをやろうじゃないかと言ってくれればすぐできるんじゃないかとは思っています。で安倍さんをその気にさせるためには誰からも言わせるのがいいかということで、我々が言ったってなかなか安倍さんはですね、ぜひやろうとなかなかおっしゃらない。そしたらちょうど今大阪でダブル選挙、知事選挙、市長選挙やってるんですよね。で私は自民党ですから、リニアの早期開通、東京都が同時開通ということを政策考慮に盛り込んであります。でそういうことを言ってるんですけどね、そしたら維新はね、パクッとそれにかぶりついて、リニアの早期整備、東京都が同時開通、同じことに言ってるんですよ。ね、まあそんなことで、彼ら曰く、自民党の人たちよりは我々の方が安倍さんにも影響力ありますからと。大笑いですよ。まあそんなことで選挙やってるんですが、まあ私は誰がいいとか変わらないけど、リニアさえ早く出てくればいいとは思っているんですけどね。でまあそういうのがそのこの、リニアの今の現状なんです。でちょっと真面目に話しますと、まあ全て真面目に話してるんですが、あの実はね、このリニアのプロジェクトというのはですね、私は絶対にやるべきだと思っているのは、あの先ほど言いましたように、一つの経済的な意味であります。今日本は景気はいいというけれども、国内の末端商店街、中小企業は全然景気悪いじゃないですか。だからそれはなぜかというと、国内に投資がないからなんです。で国内に投資をすればいいんですね。それはリニアになったっていいと思います。例えば私よく言うんですけども、住宅産業、皆さん見てますけども、住宅産業、住宅の、ね、投資減税であれば、余った金を住宅に投資すれば減税の運転が開くならば国内に投資します。住宅は国内にあるわけですから、作るわけですから、そうすると国内に投資という構造ができるわけです。ところが今はほとんど、先ほど言いましたように国内投資がない。で国内投資を呼び込む一つの案件が、私はこのリニアだというふうに思っているんです。で、まあ、10兆円近いお金が投資へずっとこれから20年ぐらい投資されるとなるとですね、国内経
ぐらいはアウターオリンピックもずっと好調でいくじゃないですか。そういう構造にするとね、日本経済に対する評価が大きく変わってくるんだというふうに思っております。日本は GDP で中国に抜かれて第3位になった、残念だと言う人いますけど、あんまりそのことは気にすることはないと私は思っております。中国は量の経済大国かもしれないけど、質の経済大国は日本国だと思っています。ですから、その質を誇る一つの種が、例えばこのリニアという高度な技術を駆使した文明の利器だ、それを日本の技術でできるということは大変なことであります。で、リニアはですね、日本大学でいうと実はもう一つこれを作る技術を持っているところがあります。それはドイツであります。ドイツのリニアはですね、約2センチぐらい浮上して、磁石で浮上して、そして走るんです。で、その実験性というか具体的な例が今上海空港にできているんですね。皆さんもらえた方おられてるんですが、最高時速450キロぐらい出ます。まあ結構快適ではありますけども、それはドイツの技術です。それは日本の技術はですね、これはオリンピックが昭和39年、その2年前からですね、国鉄が研究し出したんです。でずっとやってるんですよ。さすが国鉄だなと思うんですが、山梨に作ってる実験船、その昔は宮崎にも実験船あったんですね。今あんなものをですね、1日走らせて相当金かかりますよ。あれずっと何十年もやってるんですね。そんなこと普通の民間企業でできますか。国鉄でなきゃいけない、絶対できないです。そんなの、あんな大きいものをどんどん走らせて。でこの実験船で僕も2回乗りましたけども、最高時速504キロぐらい、私経験者504キロぐらい乗りましたけども、それらのスピードです。スピードはまあそんなに差はないんですけれども、まあ、快適さといい、安定さといい、安全性といい、全然違うんじゃないかと私は思っています。というのは日本の技術だと10センチあるんですね。そして言ってみれば筒の中を飛行機が飛んでいるような状態です。だから非常に安定をしている、これは間違いない。それから乗り心地もだんだん良くなってまいります。昔乗った時に比べたら格段に良くなっているんです。だからこの技術を冒頭言いましたアメリカのワシントン、バルチモア、あるいはワシントン、ニューヨークであればね、1時間でワシントンに戻るというのは大変なことになると思います。まあそういう意味でぜひこれをやりたい、日本の企業の何あります日本の、経済を非常に強化なものにするためにはこれが非常に2番目に、このリニアがなぜ必要かということでございますが、今、人工衛星で地球を見ますと、明るい点があるところがいくつか、全部数えると30個あるんですね。で、日本列島にはその明るいところがいくつあるんですか、3つあるんです。まあ、言うまでもなく、東京、大阪、名古屋です。この3つが明るく、でそれだけエネルギーを発散して、経済活動が活発なところですね。で、この東京、大阪、名古屋をですね、リニアで1時間7分で結ぶわけですけど、もしできますと、人口が7000万人を超える巨大なメガリジョンができるわけです。で、そんな大きいビジネスエリアっていうのは世界中にないんですね。7000万。これは大きいと思いますよ。上海で3000万、北京で2000万前後だと思いますが、ちょっとそれ一緒にするってなかなかいけないけど、この日本のやつこれ、3つ大都市圏を一緒にすると7000万のメガリズムができる。そうすると世界のいろいろな業務、お仕事の中心地として登場することができる。日本の最大の成長戦略だというふうに言われています。そういう意味において単純に便利になるからいいというだけじゃなくて、つなぐことによって我々の生活形態が大きく変わるであるというふうに思いますし、それがまた世界に誇れる日本の姿だと思っております。同時にこれは全国から見ての話です。同時に関西の人から見てもですね、今もしそれができると、実はその関西大阪は関西の中心は大阪ですけども、本社機能がほとんど東京行きました。40年ぐらい前だったらですね、大阪に大企業の本社がいっぱいありました。住友銀行とつながった今全部東京です。松屋電機まで東京ですから、だからそれはどうしたかというと、やはり東京がそのいろいろなフェイスとフェイスビジネスもできるし、世界との通信伝達も便利だし、というようなことで東京
に皆集中したわけです。これが仮にですよ、1時間の不足となると、東京駅にいるか、吉祥寺にいるか、八王子にいるか程度の話ですから、どちらに本社を置いても同じことだということになります。そうしますと、関西から見てですね、買ってあった会社が大阪に帰ってくる、それは非常にありがたいことだというふうに、考えるわけであります。そういう意味で、地方分権、地方分散というか、なんかね、機能の分担という意味で、いい都市構造になるのではないかというふうに思っております。そういう意味でも、リニアはやっぱりやるべきだというふうに思います。それから、リニアに絡めて、実は今日いろんな資料を置いておりますけれども、実はこのメガリジョンということを申し上げましたけれども、もう一つですね、ちょっと東京と大阪の比較をいたしますと、新幹線の数をちょっと比較をしたいんです。実は藤井聡先生という京都の内閣官房参与の先生おられますけど、この方が論文で書いておられますけれども、新幹線の駅ができたときは全て GDP が上がって経済的に反映する。まあそうだろうと思います。岐阜の羽島の大野バンクが作った家はどうか発表しませんけど、前に採用できるのがあるから、内容がより良かったことではありますけれども、良くなることは間違いない。そこで、首都圏と近畿圏を比べますと、首都圏は新幹線の数が、北陸、東海道、それから上越、それから今度の北陸ですか、4つあるんですね。それにリニアが5本あるんですね。ところが関西圏の方は東海道と山陽、日本だけです。30年後にリニアが来るだけです。この半分しかないわけじゃないです。これではですね、東京と対抗する経済対策ができるわけじゃない。じゃあどうするか。それは一つは北陸新幹線です。福井、金沢と結べば本当に3、40分で来れる距離だと思いますから、それをまず出て、それから四国ともつなぎたい。でその途中で、関西空港に駅を作ればいいじゃないという話になってますし、もう一つは山陰ですね、竹下さんのところ、こことも新幹線でつなげば合計、5本できます。でそうなるとね、近畿も人物の金が集まる大都市圏に変わるであろうということになっています。そこで、実はリニア、また話に戻りますが、一番話題を提供しているのが、どこを通るのか、東京、大阪、名古屋間でどこを通るのか、京都と奈良が取り合いをしているという話なんですが、リニアラインというのはですね、直線という意味なんですね。ですから、本来直線でなきゃいけないんですね。だから、あっちこっちで言ったって、そんなところに敵がそうそうできるわけではないと私は思っています。で、そして、しかも、名古屋、大阪間は何分かな、本当知れた20分ぐらいですね。だから途中で駅を作ったってあんまり関係ないんじゃないかと思うんですけども、地元の方は地域の振興というのを考えますから、やれ、京都に持ってこい、うんぬんと言います。で、私はまっすぐ通すんだったら、京阪な学研都市をかすめぐらいのところで大阪までつなげばいいと思っておりますし、したがって京都は外れるわけでありますが、京阪な学研都市は京都府、大阪府、奈良県、これが3つが重なって隣り合わせているところでありますので、決して京都をすっ飛ばしたということには必ずしもならないんだろうと思います。で、逆に北陸新幹線で山陰から大阪へ入れる道路にはですね、必ず京都経由を大阪につなげていくことを言っているんです。そうするとリニアはダメだったけれども、北陸新幹線が京都へ入るからいいじゃないか、こういうことでご納得いただくと思っているんですけれども、そういうことも含めまして、この在来新幹線も早く整備する必要があるだろうというふうに思っているわけであります。さて、このリニアはですね、もう一つ別の側面から見ていただきたいのは、日本が世界に誇る技術であります。しかしながら30年後に大阪に持ってくるようなことをすると、その間に新しい技術が出てくる可能性はあるんですよ。そんな待ってられないということで、ですからそういう意味で一気にやってもらった方がいいだろうと思いますし、何よりもそういうものができたということ、あるいはできるということは、
若い人たち、今の日本の若い人たちに大変な希望を与えるのだろうというふうに思います。この間ノーベル賞をもらった方が250元ぐらいのお金をパテントかなんかで儲けてって言われですね、資産をお持ちの方がおられましたけれども、ある意味一つ夢じゃないですか、ね、地方大学で勉強してて、それで物を作ったらこんな大金持ちになって世の中にいっぱい貢献しておられるんですね。あの方、立派な方ですよ。だからそういう意味でこのリニアというのは世界 最高の技術を日本の国内で実現する、そういうことに自分らも挑戦しようというふうなのイノベーションのきっかけになることは間違いないだろうと思っていまして、今の日本ですね、若い人たちを考えますとそういう夢がないんですよね。昔だと、まあ、我々もさらに昔の人だと、昔は清和博士か大臣かと言われた、名門の大学入って大企業あるいは役所に入れば清和約束されていた、これはよしよしは別として一つの夢があるんですね。今どんな名門の大学、日本国内ですよ、いてもその夢ってありますか。就職、この仕事したい、あんまりないような感じがするんですよ。うちも息子とは呼びますけど、あんま聞いたとそんな希望あんまり持ってるような感じがしないですね。で、例えば医者になったって相当苦労して勉強する、だけどまあ徒弟制度のようなところで一箇所でやっててですね、それどこまでいくかわからない、こんな感じじゃないですか。で、大企業といったって昔は大企業の経営者偉いと思ったけど、最近まあ私だけあんまり偉いと思わない。というのは大体社長なんて4年ぐらいで交代してるじゃないですかね、だからそんな憧れだともあんまり思わないですね。昔だと3、40年前だとやっぱりそのガラグレースの新産業国家論なんて本が売れに売れた時代でありますから、何も国の経営するのは役所だけじゃない、我々大企業は実際動かしているんだという、あの本に私は非常に感銘を受けたわけでありますが、あの時はですね、給料安くても働いて大企業のトップになれば面白いと社会的に評価されたとの雰囲気ありましたけど、まあ別に東芝のスキャンダルを言うわけではありませんが、あんまりですね大企業で社長になろうと思っている人はそうそう思えない状態ですね。毎年1000人を採用する中で誰がなるか分かんない、そういうことで本当に憧れの職業でなくなってきているような感じがします。厚生労働省は失業率がいくらとかいうことが下がってきたからいいんだいいんだと言いますけど、もっともっと人間の主体性を生かせるやりがいのある仕事がやっぱりこの日本に出てこなきゃいけないんですよ。でそういう意味でこのリニアなんかですね、挑戦するには最高の技術だろうというふうに思います。で、まあそういう意味でぜひ作りたいんですが、単にリニアという行動そのものが問題のみならず、実は東京名古屋間でもですね、だいぶ工事が着手してきているんですが、非常に難工事箇所があるんです。で、それは長野県の飯田市、飯田抑えに工事がありますね、飯田市との近くなんですけど、山が3000メートルの山、その下をトンネルでくぐるわけですけどね、水圧線で土圧線ですかね、これ2000メートル以上の重さがドッとこう下を押しているわけですから、これでも大変らしいんですよ。難工事箇所がありまして、それをその何とかしなきゃいけないということで、 JR 東海非常にここは非常に苦労しているところであります。これから工事をやるわけですから、水が出るかもしれないし、ガンガン硬すぎるかもしれないし、いろんなことがあるんだと思いますが、これも技術の挑戦の箇所だと思うんです。で、こういうことがですね、今の若い人たちに大変な挑戦の気持ちをですね、植え付けてくれるのではないかというふうに思っております。で、最後にこの、リニアはですね、思いますのは、昔1929年ですか、大恐慌の時にアメリカの大統領が TVA 事業というのをやりました。のフーバーダムの事業、これをやることによって失業者を吸収し、そして同時に、アメリカの若者たちに夢を与えましたよね。で、ああいうことで今株価が上がってるからいいというものではなくて、円安でうまくやってるだけの話、もっと本質的にものを作るというところに、日本の魅力を持ってこないといけないんじゃないかというふうに思います。ですから平成の言ってみれば TVA 事業としてこのリニアを私はやるべきだというのが、まあ、私の考え方であります。
で、まあ具体的にこれからどうなるかということなんですけれども、まあ、暮れには予算要望もありますが、なかなかですね、公共事業予算を使うというわけにはいかない。もともとこれは民間管理あるという約束でできていることですからできない。だけど私は知恵の絞り方一つだろうと思います。鴨川乱高下した頃で1日80兆円ぐらいの金がバッと消えたりなく出てきたりしているわけですから、3兆円なんてどうってもないと思うんですけどね。やっぱりこれは本当に安倍さんがやると言ったらすぐできる話だと思っております。ぜひですね、このプロジェクトに皆さんもご理解いただくと同時にですね、具体的なんですね、スケジュールが何とか私が委員長で言う間、この来年6月頃までの間に、立ち上げられれば最高だというふうに思っておるわけでございます。まあ、障害的なことを言いますと、一つはですね、この大阪まで引くということは関西の郵便だけじゃないかという思う人も中にはいるんだと。実は何度も言いますが、ナショナルプロジェクトでして国全体で利益のあることであります。で、どのように利益があるかというと、今名古屋まで仮にできたとしても、在来の新幹線とリニアと日本線ができるだけであって、東京名古屋間も飛行機で往復している人はいませんから。ですから客の数は一緒です。言ってみれば JR 東海は大変な負担を強いられたと思っております。収益は一緒なのにコストが倍になるわけですから。だけどこれがもし大阪まで引いたなら、大阪東京間を飛行機で往復している人が 2,3 万人当然いるわけで、そういう人たちがリニアに乗ってくるわけです。リニアとしては大きく儲かるわけであります。で、同時にですね、それは大阪だけのことじゃないかと思うかもしれませんが、実はそうではない。この飛行機の客がリニアに移ってきますと、伊丹空港の空港の枠が開くんですね。羽田も枠が開くんです。今日本の航空情勢はですね、みんな羽田へ乗り入れたいんですよ。大阪に乗り入れたい、ところが満杯で乗り入れないんです。だからこれがですね、東京大阪間の飛行機の客がみんなリニアに流れれば、ぐっと空港の枠、時間帯が開くわけです。そこに秋田とか松山とかそういったところからどんどん乗れることによって、大阪に来た外国人の客が秋田へ行くわけですよ。大阪に来た外国人の客が松山へ行くわけです。そしてそこで爆買いをする。そうするとその地域の地方都市もですね、大変に栄えるわけであります。で、今爆買いの人たちは年間3兆円ぐらいの買い物をしているということでありますけれども、大きいですよね。で、これからも減るとは思うんですが、実は爆買いというのはですね、一番多いのは大阪なんですね。あれ面白いですよ。大阪へ続いて来るんですよ。で、次は京都に行くんです。岡山に行かないんです。特に神戸のほとんど行かないんです。なぜかしら行かない。で、三段買っていく。で、これはね、あれさえ相当金持ってるんだと思う方はおられるかもしれませんけども、中国人1回来て21万円平均して使うわけが。で、結局ね、その姉たちはですね、買い物に来てるんですよ。遊びに来てるんじゃないんですよ。たくさん日本のいいものを買って中国へ持って帰って近所の人に売るんですよ。商売に来てるんですよ。ただで日本に行って利益がポケットが売る、これなんです。決して豊かな人が来てるわけじゃないです。だから、株価が下がる中国でおかしく言ってもまだまだあの人たちの数は減らない。ところがカジノがありますね、東南アジア。例えばマカオ、これなんか上海の株価が暴落したら途端に取引が4まで減った。大変なんです、マカオ。これはむちゃくちゃな金持ちが来ているわけではないです。で、私はカジノも結構研究しておるんで、実は自民党の中で私は平沢先生と2人が一番詳しいんですよ、このカジノの。もう本当ラスベガス大学に行ってですよ。それでカジノ学部の教授に会ってゲーミング法の法律をもらって説明を受けた。そこまでやってるんですよ。いろいろ今記念できてますけど、はるかに我々の先輩なんですけど、ね、まあそれはともかくしまして、そういうことで上海の株価がこの最近暴落しました。でもね、あんなのね、
その個人投資家がこうめちゃくちゃ買ってるんですよね。買って売ってるんです。で、もともとね、バブルで約去年1年間で 2.5 倍に株価上がってるんです。それが半分になったってまだその前の年よりは高いんです。ですからあんなことで中継ではおかしい、まあ、おかしくはおかしいんですけども、深刻な話だと思わない方がいいだろう。だから爆買いはこれからも来るんです。で、来るんですけれども、本当は豊かな人ではないということが考えておいた方がいいということです。まあ、かつての日本もそういう時代がありましたが、学行ってブランド物買ってきて帰ってくる。まあ、近所の売るという人はいなかったと思いますけど、地方人もそういう人たちですね。どん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 売って金を儲けて、そして自分も楽しむと。まあ、まあ結構ですけども、まあ、このように、これ爆買いがですね、秋田や松山に来る可能性が十分あるわけでありまして、そう考えるとね、東京大阪間をリニアに結ぶということは地方都市に無関係な話じゃなくなってくるんです。ですからつまりナショナルプロジェクトだからみんな理解してくださいよ、応援してくださいよと言います。実際ね、自民党の本部でこの私のリニアの委員会をやると結構地方都市の方がご会見たくさん来てくる。彼らほとんどみんな賛成なんです。だから、まあ、そういうことでね、ぜひこれはね、ナショナルプロジェクトということで、関西のだけのものでは全くないというふうにご認識いただければ非常にありがたいというふうに思っているわけであります。それから、まあそういうルール説明しました思いの中で、そのもう一つ、先ほど言いました、近畿メガリジョンと言っておるんですけれども、実は資料を置いておりますから、先日9月10日の日に、自民党の近畿ブロック両院議員総会って決めまして、まあ、二階さんが会長なんですけれども、新幹線ネットワークによる近畿メガリジョンの実現を求める決議というのを総理に渡してきました。だから総理もこれは結構です、やりましょうという話でありますけれども、まあ、リニアをつけると同時に、先に言いました、新幹線をきちっと整備をすれば、大きい、メガリジョンができる。近畿は近畿メガリジョンと言っておりますけれども、まあ、そういう夢のある国づくりができるというふうに今思っているわけであります。もう一つなんかメモに書いてあるんですけども、大阪ダブル選挙の情勢について話をするように言われています。実は私は大阪の自民党の大阪府連の会長を2期4年やりました。先月末で任期満了で岡水に変わったんですが、東京は石原伸晃さんがやっておられて、2人は非常に仲いいもんですからよく比較するんですけど、石原さんもああいうストレートな人で明らかな人だから、竹本さんは大変だね、あんなうるさいやついっぱい抱えてるんだからね、うちは東京都ではあんなことないから楽だよねまあそうですとも人が言えなのですから笑ってるんですが、なかなかね大阪というのは大変なところでありまして、3年前に維新が全盛期の時なんですが選挙がありました。でその時私はその大阪の連会長に就任して間もない頃だったんですが、選挙始まると思った時はなんと自民党の現職の国会議員で立候補したのは私一人だけだったんです、はい、全部で大阪は19選挙があるんです。東京26なんです選挙で、大阪は19のうち4つは公明党に渡しておりました。したら15なんです。15で戦うわけですが、そこに出るのはですね、私以外は全部新人か落選して再起する人たちばっかりであって、現職の人たちは取っていなかった。現職の人たちは6人ぐらいいたんですけど、私以外の5人はですね全部新進党へ、なんて何だっけ、維新の会に行きました。で、面白いんですよ、新聞にいくらでも出るんですよ、まあ、名前言ってるけど、言うんですけど、あなたは維新に行くという話いっぱいになっていて本当か、いやいや、竹野さん、そんなこと絶対ありませんよ。近くて言いますよ。私は自民党ずっと言いますから。もう一人してる。そんな噂はどうなるんですか。絶対そんなことはしません。私は自民党で来たんだ。自民党で行きます。あ、そうか。
どうせ嘘だと私は思ってたんですけど、3日後にですね、全部向こう行ってる。それで、まあ、いくらなんでも、私は会議でね、この問題の人たちは、自民党を出ないと言ってるからと言って、報告してあるから、僕もメンツがあるから、読んで聞いたんですよ。そうなんですよ。3日前は本当に自民党に残ろうと思ったんですよ。嘘じゃありません。3日後に急に気が変わりまして、こういう馬鹿げたことをね、平気でやるんです。だからね、結局私一人になりました。で、この選挙で、頑張って、なんとか7人取りました。半分近く。そして、去年の暮れの選挙です。これで、15人全員を通しました。こんなことは自民党の大阪府の歴史ではないんですよ。私が最初の初当選したのはちょうど20年前ですけども、その時は外務大臣になった中山太郎さん、それから中馬幸喜さんという方、そして私と3人しかいないんです。15分の3なんです。それほど厳しいところなんです。大体もともと大阪ってのは民主党が社会党が強いところですから、まあそういう雰囲気だったんですけどね。で、まあそれで去年の暮れに15年しました。私も嬉しくてですね、大司会で、まあ、大司会の私、司会やってるんですけど、司会で、まあ、安倍総理にいたから、見事に皆さん方のお付き合いができるようになりました。実は、その前の選挙ではですね、大阪だけが沈んどったんですね。他はほとんど自民党が勝ってるんですね。大阪だけがダメ。それを全部元に戻して、大阪も仲間にできたと喜んでおって、それが今の状態で来ています。で、そういう中で、実は今年の5月17日に、住民投票がありました。で、相手は橋本徹です。で、超有名人でむちゃくちゃ人気がある。で、これ相手にですね、選挙、住民投票、でかい人の選挙をやるわけです。そんな勝てるわけないなというのは最初の直感です。だけど選挙をやる以上ですね、みんなに聞いたら全員集めて、どうしますか、住民投票都構想に賛成ですか反対ですか、全員たちが反対だ。ですから私、まとめ役の私としても、私はね、都構想というのはですね、間違った考えだとは思っていないんです。まあ、法律に即して考えておりまして、実は、もう4年前なんですかね、維新の会というのが大阪にできた。なんか、めちゃくちゃ人気のいい橋本というのはワイワイ騒いでる。これは自民党に将来、なんか影響を及ぼすことがあるんじゃないかということで、ちょっとその問題の研究をしようということで、細田さんを委員長にして、我々関係の者が6、7に集まって、研究を4、5回ずつやっておりました。で、その時にですね、そのできた法律が、その特別区設置法という法律がありまして、そういうことを地方自治体はやってもいいと。しかし、やるかどうかは自治体が決めることはところとなって、私もその通り解釈しておりまして、都構想というのを大阪が取るかどうか大阪が決めることであって、総裁が決めることでも総理が決めることでもない。どっちにするんですかと、みんな反対だというか、じゃあ反対に行きましょうという反対に行きましょうと言ったところでね、相手は名だたる橋本徹であるんですか、これは大変だなと思って、それでいろいろ党本部の方にも、まあ物心両面の応援をお願いしたんですけど、なんとなく逃げ切らない、ほとんど応援がない。で、私は言ってました。っていうのは、竹槍部隊と B20 の戦いだと、とても勝てるわけないと言いながら勝ってるんですが、しかし、ある以上なんかね、みすみす負けの腹立つからやろうということで、いろいろ治療しろったんですよ。昔、原健三さんとしてはね、この人はね、まあ、ガラッパ先生だったけど、選挙、そんなものはね、知恵の勝負だよ、君って言われてね、私はちょっと頭に残ってるんですよ。そしたら、今をときめく、成長会長、東美さん、稲田東美さん、彼女がですね、1年生議員の時、僕で言ってね、竹野先生、そんな選挙は金かねって言われて困るんですよって、なんか言い方ないですかって言ったんですね。で、いや、な、厳しい場合いらんよ、選挙なんて知恵の勝負で、知恵働かせなさいよって、はい、わかりました、ね、資産、それから1年もですね、資産を保有してた、僕の3倍ぐらい。僕をいっぱい持ってましたから、まあそれはまあ冗談じゃない、まあ笑い話ですけどね、まあそんなことですね、とても勝てるあれはないと思ったんですが、知恵は絞った方がいいと思っていろいろやりました。どんなことやったかというと、みんなですね、
その都構想に反対をしろと言っても、まあ、はっきり言って国会議員の人たちも秋の人事もう過ぎましたけど、この間の人事を横で見てますから動かないんですよ。動かない。で、そんな動かないんですよ。無理やり何回も言ったら今度は喧嘩になりますから、これダメだと。だからもう動きの鈍い人にはすぐスペアをつけまして、全然民間の人に頼んで、お前人のつもりでやってくれと言いました。全部スペアを置いていった。だからこちらが指令を出してみんな動きました。それはそうですよ。こちらはすごく頼んでるんですよ。まあ、そして動きを良くして、同時に相手をですね、今はいろいろ維新分裂層で問題になってますから、一説によると15億円から使ったと言うんですけど、2ヶ月間毎日のようにテレビコマーシャルを打つんですね。テレビコマーシャル毎日ですよ。でその金が、まあ、借金が6億円残ってると言われるんですけども、我々何も金がない。中央から金くれって言うとくれない。しょうがないから議員一人当たり100万ずつ出して、それで3000万ぐらい作って一発をコマーシャル打っただけです。つまらない、ちっちゃいの、それ一つだけです。だからとても勝てないと思っていたんですが、しかし何かしなきゃいけない。知恵を絞ったらこういうことです。大阪で多少知名度のあるのは議員の中で誰かって、やっぱり知恵を雇った太田夫妻なんですね。で私もフレンカイジュの明けというか、まあ、多少知ってる人も多い。そこで5分間のテレビを含みまして、で最後は太田夫妻、竹本直人と名前言うんです。でそれを100個ぐらい作りまして、外線車に全部積みまして、それでマンション、それから公営住宅、家住宅、そういった前でそのバスを外線車を止めて、そしてそれを流すんです。で5分ですから窓の向こうで聞いてるんですね、部屋の中で、はい、でこの都構想というのは大阪市民のプラスにはなりませんよ。だって大阪市民のお金の3、4割を他で使うことになるんですから、こういう話をするわけですよ。都構想で大阪市がなくなれば住民票も変えなきゃいけない、看板を変えなきゃいけません、それはあなたたちの費用でやるんですよ、いいんですか、こういう話をしながら、そのテレビをあちくり流しちゃって、ね、結構聞いてくれたんですよ。そうするとね、みんな橋本さんらはかっこよく言えよって言いますけど、大阪は俺東京となる大都会ですよ、まさに僕だと思ってますけど、そんな方よりも自分の生活考えたら、もし都構想でそんなことにならない。大阪は市は他の都市から格段に福祉サービスの高いところなんです。だからそれはなくなりますよ、こういう話をします。だあれやこれやですね、そういうテーブルをあちこちで流してます。まあそれがこうそうしたのかどうかよく分かりませんけど、1万2000ぐらいだったかな、それぐらいの差で何とか書いたということであります。ですから私は選挙結構強いんですよね。1人を7人にして、7人を15人にして、で私も3位との選挙にも勝った。で10月に任期満了でもうやらなきゃいけないから、どうしようかなと思ったんですけどね、まあそれはルールだから、自分で作ったルールだから、まあ他のやつにやらせようとやらして、ところが今の現状であります。さあどっちが勝つか、なかなか厳しいところはあるということになります。まあ、人生については、まあ、私が決めたんですけど、選びうる中でいろいろ条件があるんです。私は四次方程式を解くような話だと申し上げてるんですけど、あるその条件を満たした上で、ある中ではベストの人を選んだと思っておりますが、ただ決定がですね非常に遅かった。安保法案が育成が決まるまでは一切候補者のことは言わないでくれと言われておりました。それなぜ安保法案かというと、安保法案に維新が賛成するか反対するかみたいと、もし安保法案に賛成するんだったら仲間として付き合うという趣旨がつもりが、まあ官邸にはあったんだろうと。それはもう分かるのではない。じゃあそれまでは黙っておきましょう。南方湾についてから1週間余りして候補者を決めたわけでありますけれども、何しろ向こうはもう4年間やっている現職の知事です。こちらは1週間前に決めたばっかりと、こういう状態ですから今走り出してます。ダブルスコアで自民党の女性候補、栗原さんという人が負けてはいますけれども、終盤だと急速に知名度が上がってくれば急速に上がってくるだろうと思っております。この方は、公認会議士全員士で、まあ、大阪大学の方なんですが、しっかりした女性でありますが、見比べていただいたら、絶対、見劣りはしない、むしろ勝っていると思っております。
ただ残念ながら今の選挙はですね、その衆議院選挙だったら私が来るのっていけるんですけど、いけないんですよ、本人じゃないから。ほとんど電話で頼むぐらいです。本当しかビラを送ることしかできない。だから非常にですね、伝達手段がないという苦しさがあるということであります。で、どうなんだということなんですけども、まあ一生いっぱいだったらいいんだという人もいますけども、県大会なんかはですね、一生いっぱい困ると。二勝するか二敗してくれと、そんなことしてるんですよ。まあ、大阪府と大阪市が違うこと言われたら困るということなんですけど、そんなことまで言う人もいるということでありまして、ね、ああ、どうなるかってよく分からないという、こういう状況であります。しかし、選挙はね、私言うんですよ。みんなね、こういう選挙でやっちゃうと、やってられてるんですけど、勝たなきゃ何でもないですよ。だからもう絶対皆さん方もね、選挙を誘われたら、勝てるか勝てないかだけよく見極めて、勝てると思ってやってください。だからそのどっちなのかわからないのに絶対ですね、突っ込んじゃダメですよ。まあ、それほど難しい選挙だということになります。まあ、いずれにしろ、大阪はですね、やっぱり維新で本当に、まあ、むちゃくちゃになりました。8年前に橋本さんが、知事に出たいということで、最初は自民党の我々も多い、私も随分一緒に行きました。これ知事になって2回答でしたら、途端に都構想ということを言い出しまして、でその訳のわからん論争を延々と繰り返すわけですよ、区議会、市議会で。で、自民党の市議会、区議会も悪いんですよ。売られたこと、売り言葉に介護とか、口先だけの喧嘩ばっかりする、同じ利害ばっかりやる。だから、そんなことにエネルギーを使うから、全然本来必要な経済対策が全く出ていない。ということです。ですから、一人当たり不眠症とかさっき言いましたように、8年前は1億5位だったんですが、今10円まで下がっている。これが現実なんです。なんでそうなったかというと、まあ、一つはエネルギーを経済対策に使わなかったという一言に尽きるんですけれども、例えばインフラ整備、こんな道路の整備、こんなとですね、その地元負担をしないんですよ。国が、県政省が予算を消えても、裏負担をせんの。仕事負担で必ず3割くらいあるんですね。それを出さない。だから工事が進まない。一つ分かりやすい例だと、二階さんが和歌山の人ですけども、和歌山県の方から大阪へ出る道がいくつかありますから、そんなに多くない。早く出るためにバイパス工事を作ってほしい。国道371号線の工事を、これ建設する合計で作ったの。和歌山県側は早く大阪へ行けるようになりたいから、さーっと作った。貧乏県ですけども、地元負担をやりながら全部作っちゃった。と、大阪はですね、和歌山県への金があるはずなのに、公共事業をノーズ、ノー、公共事業を全てノーズ、裏負担をしない。だから、県境まで道路がバッチリできてるのに、そこから何にもないんですよ。だから、和歌山県が文句言ってる、当たり前ですよ。迷惑かけてる大阪のやつは、ということを言ってます。だから、これじゃいかん。同じことをやりなさい。周辺と、よく付き合いもできることをやらなきゃダメということを言ってるんですが、そんなことをやってるから経済が大きく落ち込んでいたんだと思います。まあいろいろ話題の多い大阪でありますが、ただ大阪はですね、日本で東京とは異質の文化を持ったところでありますから、大いに元気になって、日本が多様な文化の国であるような状態になってほしいと思えば、私も強く思います。で、現実にですね、例えばね、大阪の USD というのがありますね。あれは、特にディズニーランドより客が最近多いんですね。ものすごく来るんですよ。で、なんで多いかって聞いたらね、これはカナダのお役でですよ。僕とかで、たまたまホテルのロビーだったら、また来たいって言うんですよ、お役行ってってね。なんで、何で面白いのと。ディズニーランドは大きくていいんじゃないって言ったらね、こう言ったらね、何もその、なんかラーメンとかたこ焼きとかいっぱいそういうの置いてあるんです。面白いっつって、まあ、そのアジア的なもの、日本的なものをミックスされてるんですね。だからディズニーランドとかいうのはみんなですね、非日常体験ですよ。普段の生活では見られないものをさーっとこう、もう夢の国のように揃えていく。そこでまあ、酔いしれるというのは、これね、非日常体験をさせる必要なエンターテインメントですね。それはその US ジャパンというかね、まあ、それもあるんだけども、別のものもあるというようなことで出ているという話を聞きましたけれども、まあ、客寄せという意味でね、
まあ、いろいろなものがあってもいいんだろうというふうに思いますし、やっぱりそういう東京に並ぶような大都市だった大阪をもう一度活性化して、そして日本を多様な文化の魅力ある国にするためには、ぜひその両都市をつなぐリニア新幹線をできるだけ早く、そしてできれば東京大阪同時開業、そこまでもできればいいなと思っておりますが、決めるのはやっぱり安倍政権支持率 51% でなってましたけど、やっぱり安倍さんが決断するかどうかと、安倍さんに決断させるのは我々大阪の関係者だけ、皆さん方も早くやれよやれよと言っていただければ一番ありがたい、最後はお願いでございます。以上をもって私の話をこれで終わらせていただきたいと思います。ありがとうございます。それでは先生、もしよろしければ質問を一つ二つお聞きするお時間ございますでしょうか。では先生のご了解を得ましたので、もしご質問ある方はですね、どうぞ、挙手をお願いしたいと存じますけれども、いかがでしょうか。もしご質問いただくときにはですね、質問内容を短く簡潔に、リニアのように早くお願いしたいと存じますけれども、いかがでしょうか。はい、それではお願いいたします。私も大阪に、サラリーマン時代6年間おりましたんですが、まあ、非常にいざ大阪に入ってみるといい街だなと思ってですね、なんか地盤沈下して非常に残念に思っております。特に秀吉の時代は、この間もちょっとテレビで淀屋なんとかってもう大変な金持ちがおって、素晴らしい活力ある町で、なんでそんなに落ちてしまったんでしょうかね。いつ頃から落ちたんでしょうか。どうですかね。大正時代までは伊藤園経営ってものすごく経営良かったんですね。そして戦後はシャープとか松下とか弱電が非常に盛んであって、これまた結構経営良かったと思うんですよね。昭和45年に大阪万博やっておりますけれども、私は実はアメリカの時に行ってないんですが、その頃まではまあ元気でよかった。しかしあの当時ね、言われたので、ね、その万博を完成するにはですね、やっぱり資金が必要だった。資金集めるには集める人が大事だというふうになって、最初はですね、今武藤さんがオリンピックの事務総長をやってますが、あの役割をですね、通産省の新井さんという防衛局長をやった人が奈良県の人がやった。であんまり金が集まらない、大阪財界だけじゃダメだと、それで東京にも顔の利く人を選ぼうということで鈴木俊一さんを連れてたんですよ、東京都心に。でこの方やって初めてすごいイベントができたんです。だから6400万人の人が来たっていうんですから、だからやっぱりあの頃だってね、ターニングポイントだったような感じです。それまでは東京に何に頼る必要があるんだというような感じだったと思いますが、あの頃からもうターニングポイントだったんじゃないでしょうかね。昭和45年、そんな感じします。はい、はい、ありがとうございます。他にもう一つお受けしたいと存じますけど、どうぞ聞いてください。いかがでしょうか。せっかくの機会でございます。どうでしょうか。すみ副理事長よりご指名が、柴田さん、はい、大変恐縮でございます。今マイクをお持ちします。よろしくお願いいたします。恐れ入ります。柴田と申します。今先生のお話の中でですね、出た和歌山県人なんですが、ちょっと寂しいかな、貧乏県だったからですが、それで先生がご指名いただいた本当にありがたい言葉でしたが、今バイパスがですね、ありました。私新宮市なんですが、おかげさまで結構その利便な部分というのをですね、恩恵を受けてるんですが、これは先ほどの話で大阪までという部分はですね、実際はこの今後先生、そうですね、方で、まあ、方策としては通るという可能性はこれ今後あるんでしょうか。リニアのことですか。はい、リニアというかバイパスですよね、道路、新宮のことですか。新宮から、そうですね、新宮から三輪崎から今のところは大樹の方ですか、どんどんバイパスというかそういうのができてるんですが、
それが将来構想としては大阪の方までですね、おそらく一気通貫と言いましょうか、そういうような形でのつながりというのはあるんでしょうか。あります。紀伊半島一周のつもりでおります。国道42号線をずっと南下しましたよね。今白山の近くまで行ってるんですよ。白山の温泉とで、あと、新宮から多分距離ありますけど、東川ね、それは将来はいずれつながないと紀伊半島の活性化にはならないと思ってますから、いずれやるつもりであります。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。ちょっとちなみにですね、今ご質問いただきました柴さんはですね、ここの館長をしておられまして、次もお世話になります。ありがとうございます。ありがとうございます。それではもうお一人お二人ご質問があれば。いかがでしょうか。はい、それでは次副理事長より。お礼のペンを言いますから、その間にまた質問がありましたら手を挙げてください。すぐやめますからね。今日お話を聞いただきましてですね、多分皆さんお気づきになったん、いや後で気がつかれるかな。実はね、今の先生のキャラクター、政治家と思えないようなキャラクターと思いませんか。ね、いかにも政治家っていう感じではないでしょ。ここがね、長短背中合わせになってましてね、極めて優秀な頭脳で、さっきおっしゃったでしょ、昔ですとね、有名校で、それなりのポストっていうね、その時代の方ですから、極めてね、優秀な頭脳で、話をお聞きになっても、極めて丁寧にね、分かりやすくお話になりますね、別にアジテーションじゃないわけですよ。というのでですね、極めて真面目なところはいいんですが、政治家としてはもう少しパフォーマンスをしていくとリニアが早く来るんじゃないかと。いやいや、そういう気は私は思うんですね。だからこのチラシもですね、リニアのことは書いてないんですよね。だからきっとリニアだと思われなかった方が今日お見えになっているんだと思うんですけどね、本当に実直な、先生でいらっしゃいますから、もともと優秀な官僚でいらっしゃいますからね、それは間違いなく見つけなんですね。だからもし何かご相談事や提案がありましたら、極めてまともに受けていただきます。善処するなんていうことはお伝えになりませんからね。それでその中でですね、ちょっと一に申し上げますと、一つはね、人類の歴史を見ますとね、スピードを追いかけて生きてるわけですよね。どん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 スピードをかけてくる。このことが経済の繁栄に結びついて、経済の繁栄というのはある種一番簡単にですね、夢が叶うというかね、幸せをもたらしやすいものですから、このスピードを追いかけてきたんですが、ちなみに今の新幹線ができました50年前ですね、この当時の日本の GDP がですね、約30年後にですね、500兆円になってるわけですね。50兆円弱が500兆円ですから、10倍以上に伸びてるんです。だからそれは世界史の中見ればわかるんですが、スピードを上げるとですね、必ずそうやってその経済が発展するわけで、地方的に一個ずつ追いかけるときりがないんですが、基本的にはただそういう簡単な法則に支配されてるわけですから、この透明版のですね、リニアを作ったらどうなるかっていうのはですね、学者的な交渉をしなくてもですね、膨大なこの成長をですね、生み出すことは間違いないと、過去のね、練習をめくりますと思うわけです。そういうわけで先生ご丁寧にですね、あれこれ効果をご説明いただいたんですけども、本当に効果、莫大なものがですね、実現できると思いますので、ぜひ先ほど申し上げたんですが、オリンピック担当大臣と同じようにリニア担当大臣をぜひ作ってもらいたいと私は本当に思います。ありがとうございます。もうぜひ私もやりたいです。もしその件でお話がありましたらどうぞ。はい、いやリニアっていうのはやっぱり時代を画する大きい企業だと思いますので、そういうものに責任者として関係できるのは最高だと思っています。ぜひ皆さん方、安倍さんにどんどん行ってください。実はですね、ちょっと PR させていただきます。このお手元に100で書いたバンブージャーナルって思ってるんですが、これは私ですね、1年生の時から初めてやってありまして、当初ですね、
塩川正次郎さんがこれに似たものが作られて、あの歌謡曲もこういうの作った方がいいよって言って勧められて作ったのがこの番組になっております。ついに100号に達しまして、まあもう皆当時やってた加藤小石さんも立派な塩川とかもうやめられましたし、野田聖子さんもいいの作ってましたけど、もう中断、大体続けるのは大変なんですよ。私もこれものすごく苦労して続けてきたんですが、たまたま優秀な編集者がおられたものですからついてきてるんです。でこの中にもあのリニアのことも書いておりますが、あの終わりの方のページの時に「たけちゃんクラブ入会募集中」と書いてますが、あのこれを呼んでいただければありがたいと、申し込みはこれに書いて送っていただければできるんですが、一つよろしくお願いします。お仲間になっていただければありがたいという、それだけちょっと宣伝させてください。お願いします。あの今の、小冊子ですけど、あの100号記念をこの会場でこの間されましたんですが、ご覧いただくようにですね、執筆者がすごいんですよ。なかなかあれを毎号ですね、この豪華な執筆者を集められるというのは難しいですね。大変だと思いますね。それから余談ですけど、1人を7人、それから15人、すごいですよね。そうでしょ。すごい、これは本当にすごい。あの私実は、ね、東大阪市生まれなんですね。関西の人だったらお分かりでしょうけど、布施っていうところなんですよ。あの塩爺さん亡くなられたすぐそばなんですけどね。それからまあ学校も関西なんで、少し関西の悪口じゃなくて本当のことを言わせていただくとですね、昔は人情厚くてですね、いいとこだったんですが、この頃なんか手たらめの街になったのかなという気がするんですけどね。先ほど先生おっしゃってたように、いや3日前は本気にそう思ってたんだと、そういえばもう何でも全部通りますよね。あの1秒前も本気だったんだと言って、そうすると世の中から嘘がなくなるんですが、10年ぐらい前にですね、大阪へ行ってタクシーに乗った時こんなことあったんですよ。タクシー通りますとね、道が狭いわけですよ。なんで狭いかというと、両側車を止めててですね、で細く開いた真ん中を通るわけですよね。だからスピード上がらないでしょ。で、カーブに差し掛かったらですね、カーブの両側の車なんですね。でそこがですね、駐車場になってるんですね、その脇が。で全然車が止まってないんですよ。運転手さん、これはどういうざまだって言ったらですね、こんなお客さん簡単でしょ、あんな駐車場ってことは金かかりませんからね、どうやったらただですよ、なんかね、ひどい話ですよ。こんな大阪だったですね、狂言では知りませんよ。という場合にですね、この大阪の人のね、心をグリップするってのは本当大変ですよ。もう想像を絶しますね、こういうのはね。駐車場に止めたら金がかかる、だからどうとやって、こういう理屈ですからね。そんな感じですね。それをですね、1人を7人、15人、これはもう本当に人金しかないですね。大阪に行って政策語って勝てますかね。ゾッとしますよね。というので、どなたかありませんか。そろそろ、あ、どうぞ。あ、もっとも名刺交換させて、ね、あのしていただきますから。ちょっと昔前が気になっていることっていうか、ちょっと面白いことを大阪のその知恵として私認識してるんですけど、実はもう大阪の人はですね、観光バスのですね、番号ですね、ナンバーが東京が 1番から1,2,3,4,5という形でバスが走ってるんですけど、大阪の場合は違うんですね。これ5番5,4,3,1、これなんでかというと、今あとバスが何台来るかって分かるようにそうにして、これどなたのアイデアなんですか。これはもう大阪の人の最大の知恵だったんですね。関東の人はこういうこと気がつかないと思うんですよ。僕以前からこれは大阪の人の知恵として素晴らしいなと思っております。観光バスの番号が5431って、今何台観光バスが知ってるかって分かるわけですね。それで、これは関東で知りませんでした。あ、ご存じなかったです。はい、これ素晴らしい。これ大阪の知恵なんです。実は関西でそのやってるもんですから。以上です。はい、どうもありがとう。エールを送っていただきました。ありがとうございます。あの役所で、ちょっとご先輩ですかね、黒川理事。ご先輩ですか、少し。ですね。はい、それじゃあよろしくお願いします。今日は素晴らしい、ありがとうございました。先ほど大阪の話出ましたけどね、私今自転車の仕事をやってますけども、有料の自転車駐車場を始めたのは大阪なんですよ。東京はなかなかね、
お金をいただく自転車駐車場を作らなかった。大阪が最初に作って、大阪が相当うまくいきだして東京がこれに乗り出したということもありますから、やっぱり本当に必要かどうかっていうね、そこのところでやっぱり本物を見る目がおそらく大阪の方にあられるんじゃないかなというのを思い出しますから、そこだけ申し上げます。ありがとうございます。そうですか、最近はでも違った。はい、それではいろいろ皆様ご意見そしてエールをたくさん頂戴いたしまして誠にありがとうございました。それでは、これをもちまして第10回月例セミナー、終了とさせていただきます。この後は池本先生に伺いますと名刺交換をさせていただきたいと存じますけれども、本日60名ほどお見えになっております。お一人1分ずつなりますと1時間かかりますので、どうぞ皆様、お互い譲り合ってですね、一人でも多くの皆様が池本先生と名刺交換できるよう、どうぞご協力をよろしくお願い申し上げます。それでは、はい、今一度